国神さんは釣りを趣味としている。ある夜、福井県のとある防波堤で夜釣りをしていた。こんなに夜なのに誰もいないな、珍しい。その防波堤はイカが釣れるポイントで、エギというイカ用のルアーを使って釣っていた。お父さん釣れたよ。え、誰もいないよな。確かに今子供の声が聞こえたんだけど、波の音を聞き間違えたのか。まあいいや。お、釣れた。今日はまあまあ釣れるな。これなんて魚？え、やっぱりいない。でも今のは確かに聞こえたぞ。まさかあの子に海に引きずり込まれるんじゃ。怖くなった国神さんはすぐに引き上げたそうだ。鉾田さんが彼女と福井県に旅行に行った時のこと。日本海の景色を堪能し、その日は海沿いにある旅館に泊まった。はあ、今日はいろんな場所を回って疲れたな。楽しかったね。明日も早くから観光したいし、早めに寝ようか。ええ。あれ、マキちゃんどこ行った？ん？窓の外なんか見て何してるんだろう。どうしたの？ねえ、あれ見て。防波堤に誰かいるね。夜釣りじゃない？イカとかは夜に釣るらしいから。よく見て。なんだ？釣りじゃないな。あの座り方、ヨガをやってるようにも見えるけど。もうすぐよ。もうすぐって何？あ、するとその人がその体勢のまま転がり、防波堤の先端から海に落ちていった。ねえ、あれ何？何って聞かれても分かんないよ。でも人間じゃないよな。私トイレから帰ってきて何気なく外を見たら、あれがいたのよ。もう2回も海に飛び込んだのを見たわ。え、あれ海から上がって同じことを繰り返してるの？うん、ほら。あ、海から上がって戻ってきてる。なんだあれ。幽霊かな。なんか気味悪いな。もう寝ようよ。ちょっと俺もトイレ行ってくるわ。さっきのあれ幽霊だったのかな。そんなわけないな。誰か堤防にいたんだろう。でもだとしたら、なんで海に飛び込んでは堤防に戻ることを繰り返してたんだろう。あ、マキちゃんもう寝てるのか。あ、窓の外に人影がある。ここ2階だぞ。外に立つ場所なんてないのに。もしかしてさっきの防波堤にいたやつか。ん？奥田君どうしたの？あ、いなくなってる。窓の外を確認したが、やはり誰もいない。そして人が立てるようなスペースもなかったそうだ。本当にいたの？うん、黒い影だったけど確かに見たよ。さっき防波堤にいたやつかもしれないな。もう防波堤にもいないみたいだし。なんか怖いね。旅館の人に言いに行こう。ひょっとしたらこの部屋で誰か死んでるかもしれないし、もしそうだったら部屋を変えてもらおう。すいません。あら、こんな時間にどうしたんですか？鉾田さんはどう説明したらよいのか分からず戸惑ってしまった。ひょっとして何か見ました？え？この女将さん何か出るのを知ってるんじゃないか？
ひょっとして知ってるんですか？たまにお客様が何かを見たと報告に来るのですが、お客様によって見えるものが違うんです。それぞれ別のものを見ているのか、それとも同じものが違う形で見えるのかは分かりませんが。そうですか。僕が見たのは黒い影のようなものでした。何か霊感などの強さによって見え方が変わってくるのかもしれません。でもあれは決して害をなすものではないんですよ。だからご宿泊自体には何も問題ないんです。え、本当ですか？ええ、実はお客様がお泊まりした部屋だけでなく、海側の部屋はどこの部屋でもあれが見えてしまうようで、それも時期的なものと聞いています。この時期だけ現れるんですか？結局何なんですかあれ？地元の者は何かの神様だと言っています。え、神様なの？ええ、お客様は内陸のご出身ですか？愛知の一宮ですけど。多分珍しいんだと思います。珍しい？ええ、地元の者が見ることは滅多にありませんので。そうか、よそ者が珍しくて見に来たのか。神様って結構好奇心旺盛なんだな。気になるようでしたらすぐに別の部屋をご用意いたしますが。まあいいか、神様だし。特に何も被害がないんだったらあの部屋でいいです。そうですか。いいよね。うん、部屋を変えても出てくるみたいだし、悪いものじゃなければいいわ。結局穂田さんたちは元の部屋に戻った。神様か、なんだろうね。座敷わらしみたいなもんかな。見たら幸せになれるってやつ。でも海から来る神様は幸せをもたらすって言うから、うちらも幸せになれるかもよ。もう一回現れないかしら。気まぐれによそ者を確認しに来ただけだったみたいだからな。結局それからあの不思議な黒い影が現れることはなかった。穂田さんたちはまたあの神様を見にあの旅館に行こうと思っている。今回は福井県の怖い話をお送りしました。東尋坊のある福井県では海に関する怖い話が多いような気がします。今回の話も海で不思議なものが現れています。しかし現れたものが霊なのか、それとも神様的な存在なのか、素人が判断するのは難しそうですね。なんてだから。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。